が無理は。Thank you.
で採れたお芋を持ってきました。4つも持ってきちゃった。これを焼き芋にして食べたいと思います。キッチンペーパーをびっくり濡らして、やばい、欲張ったら消えそうになってきた。ちょっと時間かかるので、せっかくなのでこの焚き火で金のハンバーグを温めて食べようと思います。あまり無駄遣いしたくないから。あ、煙が全部私の。陰ってきちゃった。何の音だ。お芋が落としてるのか、お湯が落としてるのか。一人でいると何の気兼ねもなくて、それはすごくいいんだけど、テントもないからトイレに行きたくなると困ります。さすがにこのままにしてトイレに行けないから。まあ冬だし、前半は気持ち水分を控えます。わっ、とっくに沸いてた。めっちゃ蒸発してる。貴重な水を少し多少かな。大丈夫か。お皿を持ってくるのを忘れちゃったので、これにお皿を作りたいと思います。これ使った後に焚き火で燃やせるみたい。便利ですね。いただきます。うん、いつも美味しいけど、ちょっと中まであったかくなかった。
焦った。あとはもうこの炭たちに託したいと思います。なんかちょっと怪しそうだからもうあげとこうかな。これからやりすぎたかな、ボロボロ。あれが焦げたんですね。クッキングシートが焦げただけ。ほら、では私が作ったお芋うわすっごい美味しそうでしょ。すごく美味しくできたんです、お芋。それにしても焚き火の力ってすごいですよね。あっという間にお湯が沸くし、あっという間にお芋もいただきます。熱い。やっぱすごいしっとりで美味しいけど、なんかすっごいんですよね、繊維が。買うお芋より繊維がすごいです今お芋食べてるところがめちゃめちゃ見られてて恥ずかしい一人でさ、カメラに向かって喋りながら芋をむしゃむしゃ食べているから。よし、次行こう。バターを持ってきたので、いやー、ダイエット中です。おいしい、おいしい、いやー、おいしい。もうこの最後の状態でお湯が沸くかわかんないですけど、ちょっと紅茶入れてさらに楽しみたいと思います。おお、沸くかも、沸くかもしれない。これこんなに熱いんだ。もう消えてるみたいに見えるけど、ミルクティーにした。楽しみだな。ほうわかと湯気が出てきたので飲みます。ちょうどいい厚めのお風呂、最後の一歩。今日持ってきたのは全部安納芋だった。最高最高。まさかのテントの中にペグを入れていなかったっていう大失態だったけど、なかったことにしましょう初めから今日は河原に地べたに座って自然と一体化してお芋を食べるっていう、そういう予定でした。そしたらこの残った灰は畑にまくと野菜の栄養か何かになるみたいなので、畑に持って行って撒きたいと思います。
ります。空が綺麗だ。ゲージゲージでっかい、でっかいゲージゲージがいっぱいいる。結構びっくりするんだけど。どこでもいいよ。ゲージゲージが私苦手らしい。